人は真実を知りたがる、あるいは自分の知っているものを真実だと思いたがる。つまり真実が何かなどは二の次なのだ。何が真実で何が嘘なのか気をつけながら、つまりは常に疑いながら、心に鬼を飼いながら読むことをお勧めする。もっともその時点で俺の罠にはまっているのかもしれないと付け加えておくことを忘れる俺でもないが、ではでは、虚実入り混じる描写、あることないこと織り交ぜて、戦場ヶ原ひたみと荒々木暦の恋物語を語らせてもらおう。真実かどうかは保証しないが、クオリティは保証する。最後に読者全員がざまあ見ろと思えるような結末があの二人に訪れればいいと心の底から俺は思う。俺に心があればだが、俺なんてやつがいればだが。それでは面白おかしく最後の物語を始めようなんて、もちろんこれも嘘かもしれないぜ。